お家でもビヨンズ学校。ビヨンズの小林ほのかです。お家でもビヨンズ学校、音楽の授業を担当する小林ほのかです。今回の授業はこちら、ガチ音楽講座、音楽の役割とはです。音楽史はとても長い歴史がありますが、今回はクラシック音楽が特に栄えたこの4つの時代に沿ってお話ししていきたいと思います。そして今回はそれぞれの時代の音楽がどのような役割を持っていたのかを理解しやすくするために、時代、そして何のための音楽なのかというのをセットにして書いてみました。もちろん時代は続いているので、バロック時代の前にもルネサンスという時代があったのですが、ここで予備知識として、ルネサンス時代の音楽は神に捧げるための音楽だったということを皆さんに覚えておいていただきたいです。さて早速バロック時代に参りましょう。バロック時代、皆さんご存知のヨハン・セバスチャン・バッハやヘンデルなどが活躍した時代です。日本でいうと江戸時代くらい。この時代の音楽はどういったものなのか、ここでポイントとなるのが政治の特徴であった絶対王政。王様を中心に物事が行われていたわけですが、音楽も同様、王のために作曲され、王のために演奏されている。しかしここでの音楽は王の晩餐会や祝典、パレードなどの BGM として流れていたものであって、あくまで豪華な生活を彩るための小道具の一つでしかなかったというのがこの時代の音楽の特徴です。続いて古典派時代、この時代の音楽は神に捧げるためでもなく、王に捧げるためでもなく、市民のための音楽という役割に変わっていきます。ここで市民という音楽に対する聴衆の存在が出てきますが、この聴衆はチケットを買うことによって演奏会に行けるようになります。今まで王の周りでしか行われなかった音楽が演奏会によって市民に浸透してくるわけです。さらにこの時代は印刷技術の発展によって楽譜が大量印刷されるようになり、楽譜を購入して自宅で音楽をたしなむことができるようになります。こういった中で人気を博したのが、誰でも簡単に弾けて誰が聴いても美しいと思える簡単な曲。この時代に活躍したモーツァルトの音楽を想像していただくと理解がしやすいかなって思います。こうした誰でも弾ける曲という需要に対して、簡単な曲を書くという作曲者の供給によって、作曲家というのは商業化していきます。こうして音楽というのはより市民に浸透していったわけです。そして次のロマン派時代に行く前に、ある一人の人物をご紹介します。そうです、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。彼も初めは古典派時代特有の簡単な曲を書いていたのですが、音楽を追求し、晩年には非常に高度で芸術性の高いものを作曲しています。この功績から彼は古典派からロマン派への橋渡しをした人物と言われています。職業的な地位であった作曲家を己の音楽を追求する芸術家へと導いたのです。そしてロマン派時代、ベートーヴェンによって音楽により芸術性を求めるようになった作曲家たちは、それぞれが各々の音楽を確立していきます。そのため、ロマン派音楽はこういうものだと一言で言うのは難しく、非常に多様性のある時代であったと言えます。作曲家自身が己の求める音楽を追求し、そして芸術性を高めていく、芸術のための音楽であったというのがこの時代の特徴です。ここで私が皆さんにポイントとして押さえておいていただきたいのが、古典派時代、ロマン派時代の音楽は現在の私たちでいうポップミュージックのような万人が聴くポピュラーな存在であったということです。クラシックはサブカルチャー的な存在に思いがちですが、この時代では少し高貴な、し
しかし努力次第で誰でもたしなむことができるメインカルチャーだったということをぜひ皆さんに覚えておいていただきたいです。そして時代は進んで近代、ロマン派時代の後期で日本は江戸幕府が終わり、クラシック音楽の近代はすでに明治時代でございます。ロマン派で追求された芸術的な音楽、ある意味もうすでに音楽というのはほとんど完成されていたわけです。そこで近代の作曲家たちは何をしたか。今まで作られてきたドミソなどの和音、123123などの表紙、こういった音楽のルールを破壊するという作曲方法に出たのです。そのため作られた音楽は一般市民には到底理解しがたいものとなり、メインカルチャーだったクラシック音楽はサブカルチャーへの道を進んでいきます。しかし近代の作曲家たちの目的は先人同様、芸術的な音楽を追求し新しい音楽を作り上げるということ。たとえ理解されなくても己の信じる新しい音楽を生み出していくというのがこの時代です。そしてクラシック音楽の全盛期が終わりに近づくと同時に、アメリカ音楽であるジャズやポップミュージックが我々のメインカルチャーとなり、現在へと続いていきます。クラシックは約300年という短い時間の中で様々な音楽を作り上げてきました。何のために誰のために書かれたのかは作品によって全く違います。もしクラシックを聴く機会があったら、この曲はあの時代の曲かなとか考えてもらうきっかけになったら嬉しいです。そしてこの授業を受けてくれているあなたの感性に合う時代の曲をぜひ見つけていただきたいなと思います。今日の授業はここまでです。また来週お会いしましょう。